こんにちは、クイズキュンです。今回は3秒で解きたい大きい桁の計算です。それでは早速始めましょう。終了です。解けましたか？それでは解説に入ります。普通に計算すると時間がかかりますが、一旦493に7を足して500とすると簡単に解くことができます。500足す2368だと100の位に5を足せばいいだけなので、すぐに計算できますよね。すると2868となります。あとは勝手に足した分は元に戻さなければいけないので、マイナス7をすると2861となります。いかがでしたか？この問題は2番煎じなので、本家の問題をおまけで出題しますね。それではどうぞ。終了です。3秒で解けましたか？おまけの答えは本家の動画をご覧ください。 URL を概要欄に記載しています。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんズッキュンできましたか？コメントと高評価、チャンネル登録で応援してくださいね。